ジェームズ1世、イングランド王。ジェームズ6世、ジェームズバイ及び、ジェームズ1世、ジェームズアイ、チャールズ・ジェームズ・スチュアート、チャールズ・ジェームズ・スチュアート、1566年6月19日から1625年3月27日は、スコットランド、イングランド、アイルランドの王。スコットランド王としては、ジェームズ6世、在位。 1567年7月29日から1625年3月27日であり、イングランド王、アイルランド王としては、ジームズ一世在位。1603年7月25日から1625年3月27日である。非公式には、グレートブリテン王の称号も用いた。スコットランド女王メアリーと2番目の夫である。 ダーアンリー教ヘンリー・ステュアートの一人息子である。チャールズ・ジェームズは1566年6月19日、スコットランド女王、メアリーの第一子として、エディンバラ城で生まれた。名付け親は、イングランド女王エリザベス一世である。メアリー女王の最初の男子であり、誕生後間もなく、ロスシー公に除され、正式に、スコットランド王位継承者とされた。女系継承ではあるが、 ジェームズの父親で、メアリーの二番目の夫である、オールニコヘンリー・スチュアート、ダーンリー卿もまた、スチュアート家の一族であり、ジェームズ以降の家系もそれまで特別なく、スチュアート家と呼ばれる。ダーンリー卿の家系はと呼ばれ、男系ではスチュアート朝以前に、後の王家と分かれており、ロバート二世の祖父である、第五代王室執事長の弟の子孫であった。ダーンリー卿は、 聖徳の権利として、有力な多い継承権を持っていたが、これは、父方のひいばば、エリザベス・ハミルトン。エリザベス・ハミルトンが、ジェームズ二世の外孫であったことによる。ジェームズは、また有力なイングランド多い継承権者でもあったが、これは、祖父ジェームズ五世が、ヘンリー・パスセイの姉、マーガレット・チューダーの息子であったことによる。さらに、マーガレット・チューダーは、 ダーンリー卿の母方の祖母でもあった。1567年、ジェームズが1歳の誕生日を迎える以前に、父ダーンリー卿は不審な死を遂げ、母メアリーとは引き離された。同年7月26日にメアリーは廃位され、ジェームズは1歳1ヶ月でスコットランド王位に就いた。メアリーは1568年にイングランドへ亡命し、 以後1587年に処刑されるまで、ジェームズ六世と会うことはなかった。ジェームズ六世の即位後しばらくの間は、摂政が置かれ、17歳になるまで、実質的な政務を取ることはなかった。最初の摂政は、メアリー女王の初出の兄で王の母方の叔父にあたる、マリハク、ジェームズスユアートであったが、1570年に、メアリーの支持者によって暗殺された。ついで、 ダーンリー教の父で王の祖父にあたるレノックス博、マシュース・スチュアートが殺傷となったが、この祖父も1571年に国内の紛争で殺害された。マリ博の母方のおじで三人目の殺傷となったマーハク・ジョン・アースキンも1572年に死去し、王の祖母マーガレット・ダグラスの重廷にあたる、モート博、ジェームズ・ダグラスが最後に殺傷となった。1579年。 13歳のジェームズ6世は、フランス帰りの OB 入教絵詰、スチュアート、父ヘンリーの父方の重帝にあたり、後に、レノックス校に、助舎に魅了され、彼を超愛した、ジェームズは、男色開口よ法もセクシュアルで知られている。邪魔になった、モートン博は、ダーンディー教殺害に関与したとして1581年1月に、処刑された。1582年、 ガウリ博の計略により、ジェームズ6世はに軟禁された。翌年リバン城からの脱走に成功したジェームズ6世は、1584年にガウリ博を処刑し、直接統治を行うこととした。申請に乗り出したジェームズ6世は、当面の懸案であった宗教問題に取り組むことにした。当時のスコットランドの宗教界は、長老主義の影響が強く、彼らは、 聖職者の任命は国王ではなく長老会議によるべきと主張していた。ジェームズ六世は1584年5月に暗黒法、ブラックアクトを発布し、国王が最高権威者であり、死去制度を謳い、国王や議会に反対する説教を禁止した。これに対する信徒の反発は強く、1592年には黄金法、ゴールデンアクトにより、 集会を認めることとした。さらに、1598年には、司教国会議員を認め、教会、カークのオス3人の司教に、国会議員同様の立法活動を許すこととした。1589年、ジェームズ6世は、デンマーク王権ノルウェー王フレデリク2世の娘、アンナと結婚した。翌年、国王の乗船が嵐に巻き込まれて、 沈没寸前になる出来事が起きたが、これに関して国王に反対する勢力が雇った黒魔術師による国王暗殺計画があったとして70名の女性が逮捕される魔女狩り騒動が起きている。ただし、ジェームズ六世自身は消極的であったという。ジェームズ六世は自ら自由なる君主国の真の法、1598年という論文を書いて、 王権神授説を唱えた。ここで言う、自由なる、君主国とは、王は、議会からの何の助言や承認も必要なく、自由に法律や直令を制定することができるという、意味である。1603年3月に入ると、イングランド女王エリザベス一世が重体となり、イングランドのロバート・セシルは、女王法御に備え、スコットランド王ジェームズ六世に、 彼がイングランド王に即位する胸の布の原案を送り届けて王位継承準備を整えたエリザベスがジェームズ六世への王位継承を認めていたかどうかは不明。3月24日にエリザベスは崩御し、ジェームズ六世が7月25日に退官し、同訓連合でイングランド王ジェームズ一世となった。これがイングランドにおけるスチュアート長の幕開けとなり、 以後イングランドとスコットランドは1707年に合同してグレートブリテン王国となるまで共通の王と異なる政府議会を持つ同訓連合体制を取ることとなる。イギリス史ではこれをと呼ぶ。イングランドの宮廷生活に満足したジェームズ一世はその後スコットランドには一度しか帰ることがなかった。ジェームズ一世は エリザベス体制を継続するという暗黙の条件でやってきていたため、セシルやフランシス・ベーコンを助言者として徴用し続けた。1604年にイングランドの国教会や新教徒など宗教会の代表者たちを招いて会議を行った。この中でジェームズ・一世ッセイはカトリックと新教徒の両極を排除することを宣言した。これにより、 カトリックと新教徒の両方から反感を買うことになった。1605年には、ガイホークスラカトリック教徒による国王、重信らを狙った爆殺未遂事件、火薬陰謀事件が起こった。なお、1611年に刊行された禁帝約聖書は、ジェームズ一世の命により、国教会の天礼で用いるための標準訳として翻訳されたものである。ジェームズ一世は、 イングランドとスコットランドの統一を熱望したが、両政府は強硬に反対し続けた。一方で、ジェームズ一世は、統一に向けて自分が影響を与えられることは言った。第一に、グレートブリテンを、キング・オブ・グレート・ブリテンと自称し、第二に、新しい効果、ユナイト・ザ・ユナイトを発行して、イングランドとスコットランドの両国に通用させた。最も重要なことは、 イングランドのセント・ジョージ・クロスとスコットランドのセント・アンドリュー・クロスを重ね合わせたユニオン・フラッグを1606年4月12日に制定したことである。新しい旗の衣装は他にも5種類ほど提案されたが、他の案は重ね合わせではなく、組み合わせたものであったり、イングランド期部分が大きいものであったりしたため、ジェームズ・ウィッセイは統一を象徴しないとして却下した。また1606年には、 北アメリカ海岸に植民地を建設する目的で、ジョイントストックカンパニーのバージニア会社に直挙を与え、本国のバージニア委員会を通じて、経営を行った。エリザベス一世時代に敵対していたスペインとは和解した。だが、その一方で、死略戦を禁止したり、反スペインで関係を強めていたオスマン帝国に対しては、 キリスト教徒としての観点から敵意抱いて断交を決め、重心や東方貿易に従事する商人たちからの猛反対を受けた。最終的にジェームス一世が妥協して従来国家が負担していた大使館などの経費を全て商人たちに負担させることをんにオスマン帝国との国交は維持することになった。また、ジェームス一世は スコットランド王としてもイングランド王としても弱体な権力基盤の上に君臨していたため、自己の味方を増やそうと有力貴族たちに気前よく恩師を授け、多額な金品を支出していた。さらに王妃案の浪費、口述によって国家財政は逼迫してしまうことになった。このため、国王体験をもって議会に図らずに関税を代商人たちに受け負わせる契約、大受けを予定結して、 議会との対立を深めた。1610年、ソールズベリー博、ロバート・セシルが財政再建策として大契約を議会に提出した。議会は一度は同意したが、議会側は国王が絶対陽性に走るのではないかとの疑いから廃案となった。1622年にはホワイトホール宮殿の拡張を実施し、イニゴジョーンズの設計による バンケティングハウスを完成させた。1625年3月27日に、ジェームズ一世は、シーアボールズ宮殿で亡くなった。先代のエリザベス一世は、権約家であったことに加えて、本人以外に王族を持たなかったために、宮廷経費が最低限であったのに対して、ジェームズ一世にはすでに王妃案の他に7人の子供たちがあり、宮廷経費の増大は避けられなかった。 特に王妃案は、金髪が美しい美女であったが、お祭り好きの浪費家で知られた。その浪費癖はすでに、スコットランド時代から知られており、もともと裕福とは言えない、スコットランド王室の財政を脅すほどだった。それはイングランドに移ってからも変わることなく、パーティーに舞踏会、そしてイングランド南西部のバースへの大旅行など、その浪費ぶりは凄まじいものがあった。そのため、 1619年に王妃が他界すると、莫大な負債が残され、ジェームズ一世は悩まされることになった。彼女については、空っぽの党、エンプティヘッタドというものまでいた。宮帝経費の増大は、国家財政をさらに逼迫させて、新京都革命に至る国王と議会の対立の最大の原因となる。ジェームズ一世と王妃案には、計7人の子があったが、 無事成長したのは三人である。長男ヘンリー・フレデリック王大,大使は将来を職望されていたが、18歳で死去したため、次男のチャールズが王位を継承し、チャールズ一世となる。長女エリザベースは1613年にプファルツ先帝公、フリードリヒ五世と結婚した。陽気で美しく慈悲の心を持っていた彼女は、イングランドでも非常に人気が高かった。 突起先のプファルツでも、領民たちから、慈愛の王妃と呼ばれ、慕われるほどであった。しかし、ボヘミア・ファルツ戦争、ベイメン・プファルツ戦争で、夫が皇帝フェルディナント二世に敗れると、すべてを失って、オランダへの亡命を余儀なくされた。後、1661年にイングランドへ帰り、翌1662年ロンドンで死去した。 夫との間には十三人の子を設けたが、三男ループレヒト、ルパートは、イングランドで、カンバーランド公に除され、イングランド内戦や、エ乱ラン戦争で、国王軍司令官として活躍し、北アメリカ、後のカナダの植民地、ルパートランド経営にも携わった。また、子ジョゾフィーは、ハノーファー選定公、エルンスト・アウグストに嫁いだ。その長男が、ジョージ一世。 ハノーバーサの祖である。は、スコットランド王女王、は、イングランド王女王、は、グレートブリテン王女王の即位順。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。